はい、どうも。で、すいません、ちょっと開幕なんですけど、ちょっとうんこしてきます。うんこします。13年目さん、ありがとうございます。おいしょー。リーグに向けて練習せな。そう、あのね、今これここで練習できるかどうかが一流プレイヤーかどうか決まる、差がつくところです。おらー。まあ、というわけで17位タイのはず。トップ24で開幕で死んだから多分17位タイです。いやー、どこまでいけるかなと思ったけど、まあ、トップ24やから、まあ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 っていう感じでした。思ったより勝てたな。思ったより勝てた。もうちょい勝ちたかったけど、ちょっとまあ、追い気マノンじゃなくてチュンリーやから結構嫌な予感はしましたね。負けたのが、モダンマリーザとチュンリーやから、まあまあ確かにキャラタ甘いとこではあるから、まあ納得感はあった。負けたキャラは。割と納得いく順位ではあった。納得いく順位というか、まあ納得いく負けた相手。トルデドグニャに当たった人がカメラ3台あったみたいな、ついでにエボの動画ありますか。e スポット指技が結構追っかけてて、日本人選手を。で、割と上まで残ったから、両方って感じっすね。その2つのメディアじゃないですか。もう1個ぐらい、なんかリジェクトのカメラもあったんですよね。あと。でね、いや、レベルがマジで高くて、俺、柳井君に負けて、ルーザーズ落ちた後、速攻ケインと当たったんですよ。で、俺、あ、ケインやと思って、対戦前にちょっとだけ喋って、ソシックスやってるんやね、みたいな感じで喋るやん。で、ケイン対戦したら、めっちゃ強くて、え、強っとか思って、ケインやねんけど、アルカップ、いや、ゴボのケイン。いや、そう、俺、対戦し終わってから、5-1 に、ケインさ、バリ強かってんけどって言ったら、え、ケインヨーロッパの大会赤犬倒して優勝してるでとか言い出して、さっき言えよってなった。マジでさっき言えよってなった。あ、そうそう、ほら。え、キルズユープロブレム X、赤犬倒してんねんで。やばすぎるやろ。いや、マジで強かったもん。剣使っててんけど、マジでうまかった。それ結構早めに当たって、でもそれ知らんくてよかったな。だから試合が、まず、開幕1日目3試合やって、プール抜け、第1プール抜けて終わり、で、2日目が2勝して、第2プール抜けて終わり、で、第3プールで柳井君に負け、で、次ケイン、で、その次シャンクスやねん。で、シャンクスか、強そう、めっちゃ強そうなリリーやって、俺、リリー来たら死ぬなと思って、後ろで一生シャンクス応援してて、シャンクス勝って、で、そのシャンクスに勝って、で、次、エータに勝って、で、コウジさんに勝って、アクアさんに勝って、で、フリオ当たったんですよ。で、フリオ JP で、フリオもめっちゃ強くて、で、オイキンに負けやから、13試合しました。10勝2敗、多分。結構多いじゃね。ルーザーズ落ちたんが割と早かったから。いや、でもね、結構ルート良かったんですよ、僕。絶対当たりたくないな、みたいな人に、なんかあんま当たんなかった。まあ、人数多いからやねんけど、だルートは多分結構良かったと思う。そんで、オイキンに負け。で、17位やと思います。誰が嫌でしたか。チュンリーは結構嫌でしたね。キャラ体固まってないから、だからモケとかは当たりたくなかった。モケもね、トップ8マジ、あれ、9位っすからね、モケ。マジで惜しかった。てか、モケ強かったっすね。ノジアイ見てたらやっぱめっちゃ勝ってたし、モケ。まあ、だからその負けたキャラが、まあ、モダマリとチュンリーっていう、あ、まあ、結構嫌やなみたいなとこやったから、まあまあ納得感ではある。言うて。ただね、ジュリとガイルに全く当たんなかったんですよ。ジュリとガイルに全く当たんなかった。で、思ったよりルークが多かった。全然ルーク多かったし、思ったよりルークが勝ってた。いや、トーナメントのガイルが残んない理由、多分ね、JP がいるからやと思いましたわ。今回トップ96ぐらいの時点で、JP が確か一番多かったんですけど、多分、JP に駆逐された、ガイルは。
だからそれが当たんなかった理由多分。でもジュリーとガイルに全く当たらんのはね結構意外でしたね、個人的には。1回ぐらい当たるかなと思ってんけど、で途中まであのねケンとキャミーもね当たんなかったんですよね俺全然。当たったキャラが確かねプールがマノン、何やったかな、プールの2回戦忘れたな、マノン、まあでも なんかそんなメジャーじゃないか DJ で、第2プール1回戦がザンギ、この3人も強かってんな。でその次がマリーザ、ケンキャミー、ケン DJ、 JPJP チュンリーやわ。そうだからね、ガイルが当たんなかったのは多分 JP が多かったからで、多分ねジュリーと当たんなかったのは、まあ、なんだかんだジュリーが強キャラきついからそこら辺の強キャラに混ぜたんじゃないかなっていうイメージ。そうで今回あれなんですよ、俺とヤマとホットドッグとシェンが全員マリーザに負けてるんですよ。もしかして不利なのかなって思うんですけど、マリーザでも不利にしては結構勝てるんですよ。不利やったら多分もっと負けるんですよね、なんかもっときちーって内容になるんですよ。ただマリーザ使いもみんな DJ いけるって言うんですよね。だからまあ不利かも、もしかしたら不利かも。いやでも不利って感覚になんかあんまなんないのよな、あれなんか DJ のキャラ性質かもしれないですね、あれなんか結構荒らせちゃうっていうか、その噛み合ったら勝てちゃうっていうキャラやから DJ が。そうで、でフードさんはあのマリーザと当たった時ダルシム出して勝ってるんですよ。そうそうそう、フードさんはダルシム出して勝ってるから、もしかしたらフードさんのダルシム持ってんのはすごいいい、いいあれなんかもしれん。まあ、マリーザが実践値が高いキャラっていうのは間違いない。でプゲとフードさんと話し合った結果、チュンリーじゃねきついのって なりました。これはもうなんか相違、結構うん、そうなんか勝ち方がちゃんと見えてこないなっていうのがやっぱチュンリーなんですよね今んとこ。あのねケンは結構勝てんすよ。ケンはね、あの頭の中っていうかスペックぶつけ合って想像したら不利なんですよ。けどそれにしては勝てるんすよ。だからキャラがあれなのか、そのキャラ対が簡単なのか難しいのかが分かんない、どっちか分かんない。チュンリーって多分キャラ対自体もかなり難しいから、また DJ 側も多分全然チュンリーって、僕も含めてチュンリー戦多分みんな下手なんですよね全然。だそれなのか、もしかしたらキャラきついのか、どっちかみたいな。そうだからやっぱチュンリーマリーザなのかもなみたいな。あとガイル、やっぱガイルはちょっと怪しい。そうだからこれでね結構固まったんですよ、マリーザ、チュンリー、ガイルにいけるキャラ。さあ考えて、考えてください。マリーザ、チュンリー、ガイルにいけるキャラを練習したらもう相当相当いい。 JP か、あ、いやそう、ブランカどうなんやろ。ブランカはありやと思う。そう、まあ、もしくは秋。あ、そうで JP 使いに全体的に聞いた感じ、きついキャラはもうジュリ、キャミー、ケンで一致した。全員ほぼ全員一致した。もうキャミーがやっぱきつくて、でジュリー、ケンって言ってた、もうほぼ全員。 DJ と JP は JP 有利でしょうか。いや、あれは別にちょっと DJ 有利でもいいと思う俺は。JP 戦は結構やったから、途中アクアさんと不利を当たった時もあったんですけど、別に分かんないっていうか、うわーなんか良くない感じで負けたなとかになりそうなあれはなかったから、別に DJJP は DJ 有利でいいと思う俺は。やってる感じはまあ有利でいいんじゃないかなみたいな。チュンリーが不利なキャラって誰ですかね。チュンリー使いが全員きついって言ってるのはやっぱガイル。ただガイル以外いないかもみたいな感じ今んとこ。秋がチュンリーにいけたりしたら超熱いという、大会参加してのなんか感想はそんな感じでした。なんかキャラの相関、まあ DJ 視点ですけど、なんかキャラの相関はそんな感じなのかなみたいな。いや、マリーザは、マリーザ使いはみんなジュリがマジできついって言ってる。で、ジュリ使いもマリーザはいけるって言ってる。マリーザは多分ジュリきついと思う。